おいーす、ノーキンハンクです。よろしくお願いいたします。はい、ということで今回はですね、昔のクリスマスキャラたちを見ていこうかなと思います。新しく追加されましたラビエスに関してはまた別の動画でご紹介しようと思っておりますんで、今回は除外させていただきます。それ以外のクリスマスキャラたちですね、今回のアップデートで全員が140まで引き上げられましたんで、今まで、全然見なかったキャラとか使われなかったキャラっていうのがね、またギルドバトルとか戦場で見かけることになるんじゃないでしょうか。でこの後クリスマスキャラたちを見ていくんですけども、あのランキング付けとか格付けっていうのは今回はしないでおこうと思います。っていうのもね、やっぱりこう1年に1回の行事の、選ばれたキャラたちですのでね、あのやっぱりキャラ愛とかあるじゃないですか。でそんなねキャラ愛がある方に対してこうランキング付けしてしまうとね、やっぱりこう失礼に当たるかなと、せっかくね、自分の好きなキャラがねこうやって強くなっていくのにね、自分があの自分の判断で、このキャラは弱い、このキャラは強いって言ってしまうとね、やっぱりこう良くないというか、絶対良くないと思うんですよ。でただですね、まあ、弱いキャラ罵りまくった結果ね強くなったりもすることあるんですけどね、なんすかあるよ。はい、ということでね、今回はですね平たく見ていこうかなと思います。それでは行きましょう、レディゴー。はい、では早速見ていきたいと思います。昔のクリスマスキャラたちは全員で5人いております。いやいや、なんか別のキャラ混じってなくねって思うでしょう。いや持ってないんすよ。持ってないから一番近いキャラ置いております。まあいいでしょう。まずねクリスマスマシュリーから見ていきたいと思います。このクリスマスマシュリーが無限強化をしてその後つく付与効果なんですけども、最大 HP アップが 15%、 クリティカルダメージアップが 20% で、ロックオンジャンプが強化されるっていう感じですね。で強化されたロックオンジャンプなんですけども、強化前はですねジャンプし一定時間後対象にダメージ大&3ターンジャンプマイナス1ジャンプ加減値1っていう感じだったんですけども、それがですねなんと強化を全て解除っていうものがついたんですよね。でこのロックオンジャンプの最大の魅力なんですけども、この射程ですよね。7マス先の敵に、飛んでいくということなんですよ。っていうことはですね、今回強化を全て解除っていうのがつきましたんで、もうバフとかを掛け合っている中にこのマシュリーを突っ込ませることができるんですよね。まあちょっと鉄砲玉みたいな感じの使い方になるかもしれないんですけども、相手のムーブをね一瞬で崩すことが可能なんですよね。これ射程が7マスありますんで、わけわからんところからねマシュリー飛んでくるっていう感じなんで、非常に面白い使い方ができるんじゃないかなと思います。であと最大 HP アップ 15% つきました。クリマシュはねあんまり HP が高くないので、最近の強キャラの強い技食らってしまうと一撃で消し飛んでしまう可能性があります。それをね少しでもね耐えれるようになったらいいんじゃないかなと思います。であとはクリティカルダメージアップ、まあただ純粋に火力が上がりましたっていう感じで、今回のクリスマスのマシュリの強化はね、まあ結構ね、攻守ともにバランスよく強くなったんじゃないかなと思います。はい、次クリスマスのラマダ見ていきたいと思います。ラマダに関してはですね、なんと資料がありません。いや本当にうちのギルド誰もやってないんですよね。で俺の知り合いも誰もやってなくて、あ知り合いおらんかったわ。でネットで探してこようかなと思ったんですけども、ネットにもないんですよね。でですので仕入れた情報だけでね言っていこうかなと思います。斬撃攻撃耐性貫通率アップが20で、斬撃攻撃アップが20つきますね。で強化されるアビリティがプレッシャーハザード、このラマダの頂点アビリティですね。こちら、変わったところだけ言いますと、ダメージが中から大に変わります。でこの攻撃をするときだけ防御貫通率が上がるんですけども、これが3ターン持続するっていう感じですね。このアビリティねかなり強くなったんじゃないかなと思いますね。ただ単純にねダメージが中から大に変わるだけでもねかなり大きく変わりますんで、いいダメージが出るようになったんじゃないでしょうか。今回のラマダの強化に関しては瞬間火力がめちゃくちゃ高くなったんじゃないかなと思います。あの水属性版の破滅さんみたいな感じじゃないでしょうかね。で水の斬撃キャラっていうのがね意外と貴重で、
アルストリアとのね組み合わせももしかしたら非常にいいかもしれないので、今後の活躍に期待できそうですね。はい、次クリスマスのビネラ見ていきたいと思います。無限強化した後の付加効果なんですが、単体攻撃耐性アップが10、魔法攻撃耐性アップが10で、強化されるアビリティがメッキ破傷撃ですね。ちょっと意外でしたね。ガード寄りです。もうちょっとね攻撃性能が高まっていくんじゃないかなとは思ってたんですけどもね、単体の魔法が強くなったっていうことなんで、まあ、スカールに対してガンガン近づいていけるようになったんじゃないかなと思います。まあただね、あいつ強いからね、ちょっと土属性でもね意外と負けてしまうっていうことあるんですけども、ビデラに関してはねかなりね魔法耐性も高いので、しっかり近づいて落としていけるようになったんじゃないかなと思います。でこの強化されたメッキ破傷撃なんですが、表示がねほとんど変わってないというか何も変わってないんですよね。これ何が変わったかっていうと射程ですね、3マスから5マスに変わったような気がします。多分変わりました。3から5に射程が変わったので、まあ打撃のキャラでね5マス先の攻撃っていうのはね結構広くなったと思いますんでね、またこれで一つね使いやすくなったんじゃないかなと思います。理想の使い方としては、 UR と組ませてダブルの土打撃で、 UR から、ガッツ解除の付与をもらってガンガン前に進んでいくみたいな、結構ね面白い戦い方ができるんじゃないでしょうか。はい、次クリスマスのビクトラ見ていきたいと思います。無限強化した後の付加効果なんですが、命中アップが15、射撃攻撃アップが20、ブレイクスプレッドの強化が入ります。でこのブレイクスプレッドっていうのがこのビクトラの頂点アビリティなんですが、ダメージ入れた後にここにですね CT ダウンショーが入ってきます。これねめちゃめちゃ広範囲の攻撃ですので、これまとめて入れるとめちゃめちゃ気持ちいいですよね。CT ダウン入りますんでね、まあ、相手のターンの回ってくるのが遅くなってきますんで、こっちのねキャラたちがどんどんね攻撃していけるということなんで、相手のね動きとかをねこう崩していけるということなんで、かなり強い強化になったんじゃないかなと思います。でクリスマスのビクトラのマスターアビリティに命中率プラス25があって、無限強化した後の付加効果でプラス15の命中率がつきますんで、ナチュラルに命中40持った状態になるんですよね。でうまくビジョンカードとか召喚獣組み合わせると200付近まで命中を盛ることができますんで、もう対回避においてね最強のキャラになってきたんじゃないかなと思いますね。特にね今ユフィがねめちゃくちゃ強いので、うまくやればねユフィもねしっかりワンパンで抑えていけるみたいな感じの立ち回りができるんじゃないでしょうか。はい、最後クリスマスのルアーサー見ていきたいと思います。無限強化した後の付加効果なんですが、命中アップが30で、フォーリングランスの強化が入りました。いやこれねめちゃめちゃ尖らしてきましたね。能力とか一切変わらないんですけども、命中率30ドーンって感じですね。この尖り方めっちゃ好きですね。でフォーリングランスの強化ですが、頂点アビリティなんですが、これ特にね変わってないんですけども、このね攻撃範囲なんですね、これがこうなります。はい、これねめちゃめちゃ使いやすくなったと思いますね。でこれ風属性の、命中の高いキャラになったということなんで、もうハタセラと一緒に組ませてもいいですし、リソルとも組ませてもいいと。で3人組んだ時に風属性の命中パーティーが完成しますので、まあ、対ユフィ戦とか、まあ、光回避とかですよね、そのあたりにもかなり強く出れるパーティーが完成したんじゃないでしょうか。はい、という感じで今回ねざっくり平たく見てみましたけども、まあどれもこれも面白い強化をもらったんじゃないかなと思いますね。まあ普通に最前線で戦えるぐらいのね、強さに引き上げられたんじゃないかなと思いますんで、今後の活躍に期待できますよね。で今回この動画を見ていただいてね、ちょっとでも参考になったらいいかなと思います。はい、という感じで今回の動画を終了させていただきます。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。